ューヨークタイムズにも紹介された多島美を織りなす瀬戸内の島々をめぐって、その魅力と隠れた絶景スポットを紹介するもも。前回に引き続き、瀬戸内国際芸術祭の拠点として多くの観光客が訪れているアートの島、直島が舞台。島でオンリーワンの漫画家さんと CM ディレクターさんを紹介したけど、実は港でこんな出会いもあったんだ。この人はもう島の名物男。名物？なんでもも？女の子を積んでな、オープンカーでな。それ本当ももか？奥さんです。妻は乗せたりしてるんですか？喫茶店で待ち伏せして女の子引っ掛けて、また引っ掛かるのよな、不思議。おっちゃん詳しすぎ。まさに島のプレイボーイ赤羽さんがどんなところをドライブするのか気になるもも。女性だと思って赤羽さん、今日は昼からな。プレイボーイ赤羽さんとドライブデート。島の魅力と絶景を教えてもらうぞ。あ、いたいたいた、プレイボーイがいたもも。このオープンカーで若い女の子とデートしてるの？いやいや、デートじゃないんですけど、観光に行ったらこうちょっと案内させてもらってます。かっこいいこと言って下心ありありじゃろ。ないですないです。アルコールで体を清めて、仙人のような修行。意味がわからんわ。まあ島の観光案内が目的ってことにしておくわ。ほんじゃ、モチをドライブに連れて行ってもも。わあ、気持ちいいもも。空気は美味しいし、いやもう直島から出たことないんで、直島が最高のところだと思ってるんですわ。生粋の島っ子、赤羽さんだからこそ知っているスポットに連れて行ってくれるんだって。本当に最高もも。そりゃ女子も喜ぶわ。最高って言いますよ。ここよりまたもう一つ誰も知らないような場所があるんですけど。行きたい行きたい。それもまた後で。じらさないで。はあ、波の音がイライラを流してくれる。地中美術館方面へ向けてドライブすると、また色したまた色した。登録フォローお願いします。桃太郎じゃ。